うまっ。こんばんは。美味しいね、ご飯ね。ごちそうさまでした。こんばんは。今日はね、疲れたんです。ものすごくメンタルが、いろいろ考えすぎて疲れた。別に 何かがあったわけではないよ。全然何もない。何もなかったんだけど、私がね、頭の中でいろいろ考えすぎちゃって疲れた。マミーにお茶持ってきてもらおう。
こんばんは。そういう時ない？ないかな。私はちょいちょいあるんだけど、考えすぎちゃう性格なもので。まあね、明日お休みなので、ゆっくり休み、美味しいもの食べてゆっくり休もうと思います。今日ね、でも顔面のね、あのコンディションがものすごくよろしくてですね、うん、漏れましたね。明日何しよっかな。でも多分買い物行くんだよ。うん、美味しいもの食べたい。日頃の手入れの効果かな、わかんない。なんかほんと調子いい時とそうじゃない時の差が結構すごいので。そう、今ちょっと赤みが落ち着いてて、ありがとう。美味しい氷入り、さっき買ってきた美味しい氷です。これ見て、食べ、うん、綺麗やろ。うん、違うんじゃ、もうそういうもんじゃん、食べ過ぎやね。開いとるんや。開いとんの。なんで布団2枚あったっけ、私ここ触ってないよね。バンドで綺麗にしただけ。毛布ってやばいよね。ありがとう。掃除しただけ。いいよ、じゃあしなくて。マミーが今日部屋の掃除をしてくれました。ありがとう。優しいマミーだ。やばいよね、この年になってさ、マミーに部屋掃除してもらう。私がバタバタにするんだけどさ、なんかマミーはそれが黙ってられないみたい。バタバタって言ったらめっちゃ汚くだってしてるわけじゃないんだよ。そうなんだけど、うん、マミーからしたらダメみたい。ありがたい限りですね。バタバタ、あ、ぐちゃぐちゃ汚くするってことです。そう、ぐちゃぐちゃにするって意味。前もなんかあったね、このバタバタ、そうバタバタって言うんです。わかんない、方言なんだっけ、結局わかんないけど、そう、ぐ、あの、き、汚す、汚くするっていう、なんか散らかす、汚すとか、あ、汚くするじゃないな、散らかす、物を散らかすっていうこと、バタバタにするっていうんです。こんばんは。バタバタって言わないのかな。こんばんは。そう、まあ、私の家ではバタバタって言ったりしますね。
んなくてバタバタする。まあそうね、それも言う。バタバタにする、バタバタにする言わないのかな、あれ言わない、あったバタバタにして、部屋バタバタにしてって言わない、あれ言わないのかな、私だけ、え、そんなことないよね。まあいいや、私の中ではそのバタバタにするっていうのはまあ散らかすとかそういう意味も含まれてます。九州福岡とかでしょ、あれ私九州の人だっけ、そう、バタバタにする、自分の感じ食べなきゃ、賞味期限いつ、あ、全然待ってる、賞味期限、なんか甘いもんっていうか、なんかいや甘いものもそうだけど、でもラーメン食べたい気がする。さっきラーメン買ってきたんだよね、コンビニで。そう、いやでもお腹いっぱいだな、いいや、こんばんは。今日はね疲れてるから、きっとお風呂入るのもめんどくさい。いや入るよ、入るんだけどめんどくさくなっちゃう。明日何時起きかな、まあ別に寝ててもいいんだけど、まあ出かけたいのでとりあえずのアラームをかけよう。9時、9時には頑張って起きよう。そうそう、スイーツも買ってきたから、でも明日食べようと思ってたんだよね。そうで、アイスもあるし、アイス、うん、ある、あるんだ、あったっけ、あ、アイス食べた気する、気のせいかな、いや、あった気もする、いや、ある気がする、ある、絶対ある。そう、ハーゲンダッツのいちご味がね、疲れてんだね、多分、本当に今日はヘロヘロ光るんです。このまま寝てしまいたい。そう、今日ね、なんか夢を見たの。そう、なんかあんまりなんか楽しい夢かって言われたらそうではなかったんだけど、でも私に妹ができる夢を見ました。4人兄弟でした。そう、結構もう年が離れてて、そう、私いとことね6歳くらい離れてるんですけど、まあ女の子のいとこなんですけど、そう、その子より全然下で、なんかもう保育園、まあ保育園か、まあ、小学校低学年くらいの妹がいて、私に、そうっていう夢を見ました。うん、でもなんかね、すごい妹があの言ったことにすごく喜びを感じたんだけど、でもなんか内容はそんな覚えてないんだけど、なんかすごい楽しい夢ではなかったんだよね、変な。そう、妹になってくれる？そう、私ね末っ子だからね、やっぱり妹弟に憧れるんだ。うん、そう、ずっと欲しかった弟と妹が。私さ、だからさ、前なんかそのお友達の家に行った時に、初めてそのお友達の
なんだっけな、あの甥っ子か姪っ子かなんか、まあわかんない、まあ、ちっちゃい子を抱っこすることがあったの。私それ初めて抱っこしたの。そう、その時に初めて小さい子を抱っこして、ああと思ったね。私、まあ、いとこの時もさ、結局まあ言うて私も 6個しか離れてないからさ、私も小さかったし、手つないでどっか行くことはあっても抱っこすることはなかったんですよ、私の記憶上。そうだからまあ20歳、まあ、20、21になって初めて本当にちゃんとちっちゃい子を抱いた気がするので、赤ちゃんではないんだけど、赤ちゃんではないけど、そうちっちゃい子を抱いて、多分3、4歳くらいなのかな。こんな感じなんだと思ってっていう。そう、あ、これは現実の話ね。そう、妹ができたっていうのはあの夢の話だけど、そう抱っこしてねっていう話はここ1年くらいの話ですね。うん、初めてでした。子供は欲しいですよ、私は。いずれはね、別に今すぐ欲しいわけ。あ、待って、なんかできてんな。うわ、痛いと思ったらふくらはぎになんかニキビみたいにできてる。そう、いずれは欲しいよ、全然今すぐではないけど。前も話してたね、これは。あ、まあやっぱりマミーに孫の顔見せたいし、マミーパピーに。で、本当は欲を言うならば、あのおばばにもあのひ孫を見せてあげたいなっていう思いがあったから、まあね、だから子供はやっぱりいずれ、そうって思っちゃうね。やっぱり子供にする機会がなかったのね。そうね、なんかどこ行っても割と私が一番下だったり、そう小さい子がいても私も正直小さい子だったから、そうあんまり抱っこするとかもなく、だからあんまりなかったんだよね、そういう機会。私優しいママ分かんないよ、分かんない。私自分の性格はさ、自分でまあなんとなく分かってるつもりだから不安だよ。まあまだまだ先の話なんで、はい、まだまだ先の話なんであれなんですけど。25分になったら歌歌って配信終わりたいと思います。早いですけど、みんなも早く寝よ今日。 BTI 診断したことありますよ、何回かね、ショールームでも話してるんだけど。 IN なんだっけ、 FB?FJ? どっちかです。そう、私それに関してはあのメンタルによって変わるタイプなので、 FP か FJ かどっちかですね。こんばんは。口紅色ムラあるね。
そうなのよ。こんばんは。一緒。あら、じゃあちょっと性格が似てるのかもしれないね。私基本的に INF までは変わんないので。足の指、うーん、まあなんか朝、昨日ほど違和感はない。まあなんか触ったら変な感じはするけど、普通にいる分にはそこまでの違和感は今のところないかな。あ、まあまあ足ついたらちょっと痛いけど、うん、あとは別にいいかな。なんでまあとりあえず大丈夫そう。痛風ではないと思うよそんな私痛風になるようなもの本当に食べてない。あの健康的な生活を送ってるんですけどね。結構ご飯3食食べて、野菜もちゃんと食べてっていう。うん、そう、痛風だったら多分もうあれでしょ、風が吹いただけで痛いから痛風なんでしょね。だから大丈夫だと思う。まあただね、治んなかったらまあ本当に一旦病院行ってみてだね。とりあえずお盆明けくらいまで様子見て、うん、痛かったら、もしでも続くようなら病院行って。あ、なんか大丈夫そうな感じはあるけどね。なんか激痛なわけではないし、なんかあと1週間もしたら治ってそうな感じもしなくもないようなまあ、チップのおかげかな。うん、AB 以外はそうですね、おかわりないです。うん、今回はね、もう全然。こんばんは。夏まだ私多分満喫はできないと思います。まあ仕事仕事って感じで、その新しいことはそんなしないので、まあ仕事して終わりそう仕事して終わりそうかな。なんか遊びに行く人が一緒にいればいいんだけどね、いないので、まあ、たまに飲みに行くくらいで、たまに飲みに行って終わり。夏らしいことはなさそうだよ。
まあまあまあ、しゃあないしゃあない。毎年ね、なんか花火したいとか言ってしないし、うん、ねえ、夜桜も桜の時期もね、夜桜見たいって言ってね、何年言って行ってないやって、3、4年くらい言ってるんちゃう。夜桜を見に行きたいよね。まあ、とりあえずなんか夏バテで倒れないようにだけ気をつけます。夏バテ熱中症でね。それさえできればもう両敵だ。夏バテしたくないけど、まあちょっと夏バテはしてそうな感じはあるので、まあとりあえず仕事に迷惑かけないように気をつけます。25分ありがとう。そしたら何曲か歌って終わりますね。ピートの出かけの希望機は取れましたか？あ、一応取ったんですけど、あの1日休みはないな。そう、私はね、全然あの夕方から仕事でも大丈夫かなと思ったパピーからしたら1日休みが欲しかったみたいで、あ、ごめんって言ってどうなるかわからんだから、そう、あ、ごめんね、1日休み取ってないわって言って、そう、まあバイトなのでね、なんか有給があるわけでもなくっていう感じなので、まあ頑張らねば。そうで、やっぱりね、なんかあんまりお盆休みの忙しい時期にね、お仕事休むって結構気が引ける。私はごめんねパピー。まあ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 、でもね、ですですまあ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 、でもまだ決定じゃないよな。結局そのどうなるかがちょっと分かんなくて、お店の定休日が、そう、分かんない、なんか別で休みになるのか、それとも、うん、その日が休みになるのか、お盆休み中のね、それがまだちょっとどうなるのかがちょっと今まだ出てないので、それによってかな、あるかどうかは1日休み。ない、これ、これないんだ。パピーも一緒に飲んでみたいんじゃない？あ、一緒に飲んだことあるよ。うん、前それで希望機を取ったし。誰も恋に落ちるたびに自分だけの物語求めすぎてしまうでしょう。目の前不思議そうに微笑む君と僕は地図もないのに巡り会えた。
町で生まれたから、違う日々を過ごした二人、けれど不意に同じ歌を口ずさむ奇跡重ね、同じ夢を今は見る、かすかな未来だけど僕らに似合うといいけど、熱もないのに頬が熱い、全ての風僕は感じる、君の悲しみ拭えるほどそばにいるよ、離れたくないこの世の印。そんなことじゃなくて、時はいつも平等に、ただ未来に向かう遠回りでいいさ、近道じゃなくても小さな光は今でも遠くで輝く、誰もが夢に出会えて掴めるわけじゃないけど、仲間がいるさ大丈夫、君は夢を追い続けて、誰にも譲れない想い、心で叫べばいいさ、悩みも不安も全部、君がいつか輝くためのもの。苛立っても焦ってても何も変わりはしない、性格なら笑っていいよ、明日は来る、向かい風の中も前向いて歩けば、信じる光がいつか
ても確かに近づく誰もがつまずきながら何度も立ち上がってゆく失敗しても大丈夫いつも強く夢見ていて誰にも譲れない願い必ず叶えてほしい流した汗も涙も君がいつか輝くためのもの方が結構すごいみたいですね地域的に。誰もが夢に出会えて掴めるわけじゃないけど仲間がいるさ大丈夫君は夢を追い続けて誰にも譲れない想い心で叫べばいいさ悩みも不安も全部君がいつか輝くためのもの前もちょっと1番歌ったんだけどねすごいいい歌なんですよ歌詞がね好きあなたに会いたくて生まれてきたんだよ今伝えたいんだよ私はただ私はまだただ低い始まりの朝が来る宝物を探すけどいつの間にかすぐそばにあることを忘れて今日も浮かんでます海では歩いてきた証だとこの傷が教えてくれる当たり前に進んでゆくみんなについていこうと頑張ってます汚れながら泳ぐ精の中で迷うぞここまで大事にして抱えてこれ
ましたね。まだ消えちゃいないよ、ちっちゃな希望を。なんとか信じて、信じてほしい。裏切りが続こうが、大切が壊れようと。なんとか生きて、生きてほしい。ありえないほどに、キリがない本当に、無駄がないほどに、我らは尊い。はい、ミセスさんの歌です。ミセスグリーンアップルさん。寂しさの会はない、雪もいつかは溶けるけど、鳥の群れは汗と飛び立つが、私は今日も小さくなってます。ゆらり揺れながら産声が聞こえる。繰り返してる春、大事にして語り継いでくれましたか。まだ伝えてないよ、今日の分の大好きを。未来でも変わらず届けられますように。この世が終わるその日に、明日の予定を立てよう。そうやって生きて、生きてみよう。ありえないほどに、キリがない本当に、無駄がないほどに、我らは尊い。踏みしめる大地に、重なるは藍色に。ありえないほどに、キリがない本当に。地声と裏声の切り替えが全然まだ。信じてほしい。暗闇が続こうと、あなたを探してたい。だから生きて、生きててほしい。ありえないほどに、キリがない本当に。めくるめく世界に膝を抱えてたり、誰しもどこかに弱さがあるように。無駄がないほどに、我らは尊い。この人生からさ、何気ない今日もただ愛してほしい。スタッフになった瞬間、ほら明日と花を思いながら歌っております。でも2曲しか私ちゃんと知らないんだけどね。ちゃんと歌えるのは2曲、あとはなんか、あ、聞いたことあるなっていう感じ。
遥か遠い道の先に目指す場所がある。そこから見える世界はどんな景色なのかな。不安に少し足がすくむけど、耳を澄ませばほら聞こえてくるでしょ。私を励ます、その温かい声、君がいたからそばにいてくれたから、迷わずに歩いてこれたの。降り止まない悲しみも手を取り願えば怖くない。心一つに重ねよう、Be as one。 理想とは違う日々に、たとえ戸惑っても微笑みだけは忘れたりしないと、自分に今約束するの。不意に君がくれる大丈夫はそっと私を導く魔法の言葉で、君といるから一人きりじゃないから、くじけても逃げずにいれるの。高すぎる壁さえも乗り越え力に変えてゆく、強くなれるよいくらでも、きっと未来へと踏み出すその背中、いつの日も私だけの道しるべなの。無数にある可能性を信じさせてくれた人、君がいたからそばにいてくれたから、迷わずに歩いてこれたの。振り止まない悲しみも手を取り願えば怖くない。心一つに重ねよう、 Be as one。だね。Thank you.
私は今どこにあるのと踏みしめた足跡を何度も見つめ返す枯葉を抱き秋めく窓辺にかじかんだ指先で夢を描いた翼はあるのに飛べずにいるんだ一人になるのが怖くて辛くて優しい日だまりに肩寄せる日々を越えて僕ら孤独な夢へと歩くさよならは悲しい言葉じゃないそれぞれの夢へと僕らをつなぐエール共に過ごした日々を胸に抱いて飛び立つよ一人で次の空へ僕らはなぜ答えを焦って当てのない暗がりに自分を探すのだろう誰かをただ思う涙もまっすぐな笑顔もここにあるのに本当の自分を作ろうことに逃れて迷ってありのままの弱さと向き合う強さをつかみ僕ら初めて明日へとかけるさよならを
鳴り止まぬ愛を叫ぶよ。全てを抱いてここにいるんだ、光はそこにあるよ。譲れない思いをかけて、希望の果てを僕は生きるよ。夢をつないだ君と、始まりをいつか僕らの手で生み出すんだよ。優しい君の声もきっと世界を変えられる。誰も一人きりじゃ立ち上がれやしないから、互いに手を伸ばして限りを超えた明日へ。鳴り止まぬ愛を叫ぶよ。ぶつかり合って分かり合うんだ、光を作り出すよ。諦めぬ思いをかけて、希望の果てを僕は生きるよ。夢をつないだ君と、過ちを恐れて誰かを責めてしまうたび、本当に見つめるべき自分あーくよ。君が僕を変えた言葉が心動かす。まだ見ぬ憧れを高鳴る胸に求めて、巻き起こる思いの風がまぶたの奥で熱く揺れたよ。君は振り返らない、輝いた日々を旅立ち、希望の果てに踏み出してゆく。夢をつないだ君と、悲しみに負けたくないんだよ、痛みに打ちたいんだよ。揺らぐ脆さも向き合って越えたいんだ、だから僕は君に言うんだ。たとえ誰かが笑おうとも、共に生きるその声を守り続ける。鳴り止まぬ愛を叫ぶよ。全てを抱いてここにいるんだ、光はそこにあるよ。譲れない思いをかけて、希望の果てを僕は生きるよ。夢をつないだ君と、君と、
これから歌う曲の内容は僕の頭の中のこと。もちろん君で、僕は助演で監督でカメラマン。目の奥にあるフィルムで作る映画の話さ。やらないなと笑ったんだら、つかみはそれでパンチ OK。 呆れてないでちょっと待って、きっと気に入ってもらえると思うな。ここまでのダイジェストを少しだけ見せるよ。喧嘩した夜の涙、個人的に胸が痛むけれど、そのまま見続けよう。ごめんねと言って仲直りして手を握って、ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。ああ写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。だから一つを切り取ってサムネイルにしよう。とりあえず今のところは10年後くらいにはキャストが増えたりもするんだろう。今でも余裕なんてないのに、こんな安月給じゃもうキャパオーバー。きっと情けないところも山ほど見せるだろう。名字が一つになった日も、何一つ変わり映えのない日も、愛しい日々尊い日々逃さないように、忘れないように焼き付けていくよ。今目を細めて恥じらいあって永遠を願った僕たちを、すれ違いや憂鬱な展開が引き裂こうとしたその時には、僕がうるさいくらいの声量でこの歌何度も歌うよ。だからどうかそばにいて、エンドロールなんてもう作りたくもないから、クランクアップがいつなのか僕らには決められない。だから風に吹かれていこう。フィルムは用意したよ、一生分の長さをざっと115万キロ。ほらここで君が笑うシーンが見どころなんだからさ。ああ写真にも写せやしない、とても些細なその仕草に、どんな暗いストーリーも覆す瞬間が溢れてる。どれか一つを切り取ってサムネイルにしよう。さあこれから生まれる名場面を探しに行こうよ。酸いも甘いも寄り添って一緒に味わおう。フィルムがなくなるまで、撮影
続けよう。この命ある限り。はい、ありがとうございます。そしたらね、あと2曲にします。何にしよっかな。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ。だからそばにいて、でも前を向いて、揺るがない心で、傷ついても進む君の強さに何度も励まされ、その度になぜか抱きたくなるんだ。グッバイ涙を拭いて、グッデイ僕を信じて、ウェイクアップ景色が変わる。ほら飛んで行けるよ。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ。だからそばにいて、この
先が怖くなって立ち止まりそうになって、逃げ出しても隠れる場所もないのに、胸に手を当てて君が言った言葉探していたんだ。Do it 励ます声が、Good luck 信じる声が、 All right 聞こえてくればもう超えてゆけるよ。きな時もどんな時も守りたいものがあって、確かに今思えるんだ、君と出会えたから。ないわ今日の僕たちが作り出す何一つ、後悔のない世界へ。昨日よりも昨日よりもあと少し強くなって、振り返らずに走り出すよ、だからそばにいて。そしたら次最後の曲です。なんかすごい可愛い。君があんまり眩しく笑うから、本が行ったり来たりします。つぶたまぶたに残ったオレンジはいつしか僕ハートの色になった、うん、君があんまり無防備に泣くから、うん、つられた僕が止まらなくなって、最後は君が背中をさすってくれたね。愛という曖昧なものに君はその指で輪郭を描いてくれた。大げさなことは何もできないけど、君を笑顔にする魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話、そして大好きのキス。まっすぐ僕を見つめるから、隠したぐしゃぐしゃが頭を出して、気づけば君が優しく撫でてくれたね。愛という二
確かなものに、君はその声で真実を歌ってくれた。特別なものは何も持ってないけど、君を笑顔にする魔法ならいくつか持ってるんだ。くしゃみをする君の顔真似、あの時君に打てなかったメールの話、大好きのキス。悲しみが襲ってきて、君を笑顔にする魔法が消えてしまったら、一緒に泣こう、一緒にもがこう、一緒に生きよう、見つかるまで探し続けよう。魔法って言っていいかな、大げさなことは何もできないけど、君を笑顔にする魔法はいくつか持ってるんだ。帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話、そして大好きのキス、そして大好きのキス。はい、ありがとうございます。そしたらね、今日はこれで配信終わりたいと思います。ありがとうございますね。魔法使いになれたらいいんだけどね。ランキングいきたいと思います。13位たまちゃんさん、12ZR7S31 バンスさん、おー変わりましたね。もう一回初めからいきますね。13位 ZR7S32 バンスさん、11特別警戒中さん、10有望さん、9七田さん、8位かぼちゃん、7位桜のお友達さん、6位猿吉さん、5位ダブル流星さん、4位ところてんさん、3位かいさん、2位けんいちさん、1位ゆうたさんです。ありがとうございます。ギフトいきます。かいさん、ゆうたさん、けんいちさん、ななたさん、ゆうぼうさん、さるきちさん、ダブル流星さん、です。ありがとうございます。はい、ということでね、皆様本日も一日お疲れ様でした。そしてね、配信見に来てくださってありがとうございます。明日も体調気をつけて過ごしましょう。眠たいよね。なんかいつもね、あ、まあご飯食べてちょっと歌歌って終わりますとかいうくせに長いよね私ね。はい、本当にいつもあのお付き合いいただきありがとうございます。桜のお友達さん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは皆さんもね、ゆっくり体休めてください。それではまた次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。ではまたね。おやすみなさい。ゆっくり休んで、みんな。おやすみ。いい夢見てね。あと。またね。ありがとう。